3。さあ武田です。武田はドリックス、この後の平行棒につなげたい武田和幸です。あお、カピアン半分またひねりを減らしてきましたね。ですから D 得点 4.8、 ここは確実にしてきました。やはり他の選手の状況も見ながら技を決めているんですかね、はい、武田は3種目終わって3位。谷川航と武田の差、ごくわずかなままこの後、ご視聴ください。